ゆうのややさん、こんばんは。かぶさん、今日もかなり気温が高くなって、暖かいを通り越して、ちょっと暑かったですよ。でも、明日はガクンと気温が下がるらしいですよ。でも、アイスがだいぶ売れたみたいですよ。今年も夏が早く来そうな予感ですね。えー、そういえば、卒業ソングとか桜ソングって、日本独特な感じですね。えー、海外にはなさそうですね。うん、これなぜかっていうと、日本って、春が新学期。 卒業ですからね。基本的に、欧州も、他の国も、あの、秋なんですよ。うん。そうそう。だから、あの、そういった関係もあるかもしれないね。いや、だけどやっぱり僕は、やっぱ春がいいっすね。なんか。うん、秋、秋じゃないよね。うん。僕はね、そんな気がするな、ね。やっぱ日本人、らしいのかな。なんだろう。ねえ。かぶさん、昆虫食の会社が倒産だか。 挟んだ、挟んだかしたらしいですよ。売れな,売れなかったっていうことですね。そういえば、昆虫食はベルギーではどうですか進まなそうですか日本も進まなそうですね。食欲も進まないですね。どっちも進まないね、確かにね。進みませんよ、あの、ベルギーも。あの、一応、えー、店、店内に売られてたんですが、誰も買ってなかったですね。いや、うまくいかないと思うな。 うーんだって結構クロテスクだし、まあ、僕も虫は好きなんだけど、欲しくはないかなうーん。しかも結構高いんですよ、意外と。うん、意外と高いっていうね、うん。あんまり、うん。はい。ヨウさんどうもです。カム君お疲れ様です。北海道は金曜は乱高下です。 夕方から雪まじり。昨日は動くと汗ばんだのに。今日はストーブから鼻がたい。しかし日,日曜からプラス2桁に。暖かいと灯油代も助かるな。うん。しっかり食べて体を管理しないといけないわ。でも花粉も飛んでるのかな花水涙目うん。私も気をつけるけど、株くん、株友の皆さんも気をつけてお過ごしください。背ばね。うーん。ね確かにね。もう本当に。 花粉症ね。うん。やっぱ気温が乱高にするんだね。うん。春の特徴です。えー、ももちゃんさん、こんばんは。春一番は基礎との定理によると、一瞬2月4日頃からですね、えー、春分3月21日まで、に吹く南寄りの風で、えー、秒速が7メートル、8メートルくらいの回数の高度さすそうですね。今年は本日、えー 2月15日木曜なんで、ずいぶんと早いですね。大阪では朝からずっと雨なんで、春一番といっても、天気は結構荒れてますね。うん。あの結構ね、春一番は、関東とかは山沿い、山とかに遮られるんで、あの天気いいこと多いんですけど、西日本は、あの、特に影響を受けちゃうんですよ。だから南側の湿った空気だったり、前線とかで結構雨降ること多いですね。うん。で、次の日は、 あの、さっきも洋さんのコメントだったりありましたけど、えー、気温がガフッと下がってくるっていうことなんで、まあ、風邪ひかないようにということなんですよ。うん。関東は結構ね、あの、暖かいくなるんですよね。他の地域もそうですけどね。関東。うん。はい。えっ、ー、と、空海さん、こんばんは。練習お疲れ様でした。 フリーも新しい作品に挑戦をすることだったんですね。今回作成したフリー付けはライオンの目覚めを表現をされたんでしょうか楽しみにしています。まさにそんな感じですね。うん。最初眠っていたライオンが目を覚まして、え、ここ何どこみたいな感じうん。そういう感じをちょっと表現をしています。うん。猫宮なさま、こんにちは。 反映されないんで、再度、たぶったらごめんなさい。あ、すいません。え、空海さんのおっしゃった、小袋音楽、いいですね。え、小袋は、花にまつわる楽曲が多い気がします。え、今、先ほどる花たちは、え、MV が小袋公式チャンネルで見られるんで、おすすめです。今度では飛んでいくに代表される、え、フォルクドーレ調音楽だと、以前聞きました。フォルクドーレ調音楽は、他にはキンキキッズの、僕の背中には羽がある、ポルノグラフィティのアゲハーチョなどが、 そうらしいですね。え好きな曲です。うーん。フォルクローレ調って言っね。また今、咲き誇る花たちは、あなたちは、卒業ソングとして使われてますね。卒業ソング。皆さんは何を意味されますか私はユーミンの卒業写真かな中学の卒業式で、えー、退場するときに使われてました。 また、小学校の時に歌ったスピッツも、えー、空も飛べるはず、また、スタジオの歌という曲がかなり印象深いです。えー、転調するあたりが特に涙を注いますということですねあそう。空も飛べるはず、スタジオの歌もちょっと僕わかんないですね。うん、卒業写真はね、わかりますけども。僕が中学校の時に歌ったのは、旅立ちの日でしたね。うん、旅立ちの日っていう歌です。意外とあれかな、地域とかによって、 ばるけてるんですか、ね、うん。あおけば尊しっていうのも何かあった気がするな。うん。あと、第一三章って皆さん知ってますかもう歌った気がしますね。確か。うん。かぶさん、豚のグミ、あ、豚、あ、これね、この話で。豚の皮グミ出てきましたよ。グミっていうか、ゼラチンの原材料がえ豚とか牛の骨、皮とか、これなんだそうですよ。知らなかったですね。考えた人がすごいですね。 確かに。考えないとすごいですよね、確かにね。うん、すごい。あの、基本的に豚の皮とかって捨てられちゃうんで、まあ、それをうまく利用できないかっていうことで、まあ、作られたのかなって思うんですよね。うん。このゼラチンとかは多分健康にはいいかなとは思うんですけど、ちょっとわかりませんけどね。ただ、あの問題は、まあそれより、それもそうなんですけど、あの、まあ、 糖質がやっぱ大きいからね。まあ食べ過ぎ注意かな。うん。これ作る工程とか見てると、ちょっと、あの、うっってなったりします。<laughs> はい。うん。あの、砂糖とかも結構多いからあの。糖質に関してチョコレートよりもあるから、ちょっとね、食べ過ぎは注意。な何でもそうですよね。食べ過ぎは注意かな。でも僕も結構グミ好きなんで、あの、グミ買っちゃうんですよ。<laughs> はい。このベルギーヌあのグミ紹介しますよ。うん。 うさんもいですカムくんこんばんは。えー、今年のこの NHK のニュースで下北沢にタヌキがいる,いるとの報道がと、えー。何年も前から子育てして真下が歩いてるんですと。そして渋谷で昔お茶を育て,たい育てていたんですということなんですね。お茶を育てていたんですと、うんあ。その渋谷茶の木が、えー、松樹の,の公園で見つかり、現在静岡で。 増やして、静岡、渋谷茶の茶畑を作ってるんです。へえ。ー。え、何これ松なんとかってね。なんだろう。なんか、のどかなニュースで気持ちよかった。うん。下北沢の人をインタビューしてて、馬子お姉様が映るかと思ってみましたが、それはなかった。うん。で、お顔は知らないのに、東京も石田が豊からでよかったね。せばね。うん。東京って結構石田が豊かすよ、実はね。うん。あの、実は東京って山が結構あるんですよ。 で、遭難事故も、実は、北海道が確か1位で、2位が、あ、あれ北海道、近いや、長野県が1位か。長野が遭難事故1位で、2位が、東京だったかな長野かな確かそう、結構上位なんですよ。うん。で、3位が北海道も入ってたんで、あのー、遭難事故結構多いんですよ、東京って実は。そう、なんか、あのー、慣れていて、東京の山中は大丈夫って安心して、入っちゃって遭難するっていうね。 いうね、まあ、ことなんで、ちょっと、あの、急になんか怖い話になってますけどね。下北沢はそうなんですね。うん。ねえということなんで。でも、馬子さんは、ようさんの顔をもう知ってるんですよね、確かね。あの、リプレイで顔分かってる。<laughs> ね、あったんですけどね。うん。はい。下北にタヌキがあるんですね。うん。はい。というわけで、歌舞伎入説。ちょっと、ちょっと、ちょっと早いですね。ちょっと,ょっと今日早いんですけどね。で終わりにしていきたいと思います。